本音トークラジオ北の誠のズバリはい11月29日月曜日でございます午後1時を回りました CBC ラジオ北の誠のズバリ北の誠ですそしてアシスタントはこんにちは松岡彩子ですそして月曜日のご意見番こちらはいどうも玉袋すり太郎ですはいよろしくお願いします金曜日からついてすごいなパート2でございますけどもあのね、ええ、僕ねちょっとね玉、ええ、ちゃんと先月来た時ねだったかなジャフ ジャフ最高ですよ最高ですよとまちゃんが言うてて俺さ改めて自分で俺ジャフカードってもうそうしう人は執行してんな思ってたんよ。ほんでもう改めてあれなんかいろんなことなジャフの調べたらだからまあ別に俺が持ってたら嫁はんが車乗ってても俺が使えるということが分かったんでそうやジャフのカード俺入り直そうと思ってまちゃんがあまりにもジャフを絶賛するので。ちゃんがアプリでジャフ持って

俺もちょっと,と JAF カード位があってこれアプリちょっと登録しようぜと思ってもうなんかねあのあの JR 東海のエクスプレスカードとともに何やかんやったら登録しようとする俺なんでそれ気になりますね JR のそのカードもあれ気になりますよねあれ気になりますあれもう入ってたらもうやっと俺もアクセスできましたんでねあいいなかっこいいシャレオツシャレオツ入ってますねシャレオツ高い方もやってるもう50代超えたらもうシャレオツなことなんか人生なかなかないから。 ほんで、ジャフのやつを申し込んで、でも、すぐ会員が、ね、ウェブで申し込んですぐ来たんですよ。ほんで、終わったと思って、ね、なんかこう、シービに受け取りしてて。c ー c 受け取って、ジャフカードでキラキラするアプリしようと思って、やってたらですね。で、東京戻ったらですね。何気に引き出し開けたら、ジャフカードあるんですよ。ある。あれ。あれ。え、そうすると、何。ダブっちゃったってことですか。あれ。あれですよ。あれ。なんで。 なんでこっちの聞きたい俺も聞きたい,きたい要は持ってた昔のパスケースみたいなカードが <laughs>、はい もうデジタル化してあっちに移行してるから、多分それでいいんじゃないですかね。一本化するんじゃないですか。と思って、あれ二枚あるぞ。会員番号も違うぞ。そうだ。あれひょっとしたら俺忘れてた。俺ジャフカード入ってて、どっから引き落とされてるかもよくわからない。わかんなくなっちゃうんですよあれもずっとね引き落とされますから。そう。はいはい。あれ俺。 あほとちゃう二十二十ですかあれジャフ好きすぎるにもほどあるやろジャフ好きすぎ芸人ジャフ好きすぎ芸人で出たいわテレビ使ってないけど使ってくださいよあでも使わない方がいいんですからねこれはいくらなんでも二枚いらんやろとねどうしましょうどうしましょうと電話したんですねジャフのコールセンターに何がすごいってねたまちゃん今ねコール コールセンター電話してねいいですか普通会員番号を打ち込んでください会員番号が分からない方は米印かシャープを入れてくださいずっとほんでこの会話は秒あの20秒間で10円かかりますってそれすらも高い、ね、そ,それすらもねピィウイピィポパポピポピ,ピ,ピウイとかピピポパ,パピってやるよりやろうところが JAF <laughs> <お>すごいね電話かけた瞬間にすぐコールセンターで女性が出はんで。 今時あるか。そうですね。ソウルセンターで、俺最初一瞬スピーカーにして、ボーっとしてたんよ。<laughs>

もう、もう、覚えりゃいいんだけど、覚えられるわけないじゃないですか、ね。その度こう財布から出して,出して,出してっ、シャープで、まあ、罰事でしたら、まあ、確認できます。いや、知らんやな。<laughs> <laughs> お前分かれよもうって思うねんけどすぐ出たよ。<laughs> 出ましたか。ほんでジャフカードさんがジャフカードがすぐ電話して「どうされました?」っていうかいやいやこうこうこう」であのちょっとあのり知り合いにジャフカード勧められて慌てて入ったんですよ慌てて入ったらそしたら実はカードが2枚出てきましてねって家にまだずっとあったんですわと。ほんで「もうこれね」って「ちょっとじゃあ両方のカードの番号言ってください」って両方のカードの番号言いました。 そしたら新しく入った方と古い方古い方で「住所言いますね」って言ったら「住所あ」あその住所じゃないですから大阪で入ってんね俺、えー、あーそう。 いやもう大阪で入ってて<ー>あそうなんですかね僕今現時点で東京の住所なんで大阪で入ってたってことはもう知らなかったんでもうそれだったら大阪のカードをやめて東京の方に移して新しく入った方にもう変更して古い方をちょっと廃棄処分にしていいですかって言ったら「お待ちください」。 もう三十年近く入っておられるんです。三十年。あのジャフのゴールド会員クラスやね。おお、ステータス上がってるんですね。あれもナツ出ないからステータスがガンガン上がって。そうですよね。有料な会員さんですよね。そうやで、それすいませんが年間いくらでした。あと四千なんです。よ今四千なんですかちなみにどこから落ちてるんですかと。おお、そこだ。あ、秋田さんちょっと調べますと、大阪の農協の口座に農協の口座やったか。 <laughs> それは気付かんは俺普段持ってないから通帳 <laughs> 大阪の実家に置いたままやから <laughs> 知らんかったずっとじゃあ引き落とされた年会,年会費そうそうおかんが通帳機長して持ってるだけで俺全然見てないから <laughs>、ええ、どんだけお金持ってるかカードは持ってるか知ってるけど <laughs>、ええ、まさかジャフがそっから落ちてると知らんかったな <laughs> ほんなんすいませんじゃあこれ2枚だったのおもうそれ分かりましたじゃあ北野様あのその新しく作られた会員カードを一度 あれ引き落としであるかもしれませんけどこちらの処分でまあ日にちのタイムラグがあるのでまたお金戻すようにしますのでできましたらそのカードを新しく届いたカードを返信用の封筒を届けますので送ってくださればよろしいです。 って言ったよなあ分かりましたじゃあこれ返信を届いたらそちらの方にお返しします」なんて素晴らしいじゃあ返納までねちゃんとね返納までしてくれて送ってくれてそれ送ってくれてきたら返すっていうことでまあよかったわと思ってそれでまあかった方こんなん知らんかったなってちゃんのおかげやで俺のおかげですかねいや玉ちゃんが言わんかった俺分からんままやからずっとね大阪で引き落とされたわけですねそうもんよ <laughs> まあそういえば来てたなと思ってなあ,、ね、あるわ思ってほんでまあ,あのしばらくして1週間ぐらい経ったら返信用カード来たんですよはい、はい、まあ,あのカードねあの新しいやつを入れ,な入れて返さなあかんわと思ってきたけどパッと見た瞬間にどっちが新しいのかよく分かるないちょっと,ょっと,ょっと頼みますよそれ、えー、<ー>分かるでしょ光沢でなんとなくツヤでと <laughs> どっちだでも馴染みのないカードが2枚ですもんね今まで <laughs> 超半爆地になりま <laughs> 急に。<laughs> どっちやろ光沢でいくとこっちの方がっぽい <laughs> でもどっちも動かしてない,いつってそう <laughs> 使ってねえからそっちもピカピカしてん <laughs> ピカピカ <laughs> どっちもピカピカして、ね、<laughs> どっちも俺の家の引き出しに入ったままや <laughs> どっちやねんとええー、困 困ったなどっちだやこういう時はジャフに電話かコールセンターに電話またすぐ出てくれやかけたんだ本当にえらいありがたいですね一から説明してどうのこうのどうのこうのなんだかんだなんだかんだっ言うてそれで あのまあ、一応こっちを送り返すことになって <laughs> 分かったですけど <laughs> 俺ほんまにね JAF すごいな思ったわいやほんま嫌な対応もしてくれずに <laughs> 丁寧に言われてたらほしいっていうかねほんま即出てくれはんのがめちゃくちゃ嬉しい、うん、今ね今時はほんと嬉しいですよねいやほんまに出ない、ね、で,で,ないで自動音声ばっかりじゃないですか自動音声で AI が案内してそ,それでうち間違うたはどうすんねんばっかりで。 JR のエクスプレスカードでめちゃくちゃ揉めて紛失したことにしてしてそうやわざわざ紛失したことにしても俺もせやないと会員番号出てけえねんもう俺のそうするしかないですねそうするしかないもう出てくる兄ちゃんが夜中やったら全く分かっとれへんし「お前持ってへんやろカードエクスプレスカードだから分からんねん」って言って「この音声は録音されています」勝手にしとけ 放送で言ってるわけですからねもっとすごい媒体で言ってるわけですからところがもう JAF さんのあのすぐ出てあれやっぱり JAF ってその事故あった時にすぐ出なあかんからあんなやってられへんからねあれすごいなと思ったわもうほんと困ってる人が電話かけるわけじゃないですかかけ込みてらないわけじゃないですかだからやっぱそんな悠長なことできないですよね員番号10桁の会員番号表で雪の中とかもあるわけじゃないですかそん中でこんな打てるわけないもんひょっとしたら橋の欄干ぐらいで当たってるかもしれないそうでしょ そううういいい時にパッこ出てくれる嬉嬉ししわもうちょっとなんかジャ f のす凄まじいね素晴らしいあの対応の仕方すぐ出てくれるあれほんまストレスフリーやで普通の番号打ち込んだストレスめっちゃたまるやん真さんね多分これだけ言ったらね来年の月に1回送られてくるジャフメイトっていう冊子があるんですけどそこのインタビュー乗りますよると思うよ。 著名人との対談とかが仕事増やしたな増やしましたジャフメイトジャフメイト来ますよ俺らジャフメイトやんなジャフメイトです私もジャフメイトですまだ出てはないけどまだ出てはないけど写真には出てないけど誰が先に出るか 俺たち一着誰か。俺たちジャフメイトやかな。ジャフメイトですよ。もう本当にそういったところでインタビューで私とジャフで今のエピソードをマコさん語るわけですよ。カードが二枚出てきちゃった。どうしようだっつって。その時の応対が素晴らしかった。ジャフは頼りになりますよ。これはネタとしても書きやすいし。いやほんまにすげえ対応でもう本当にストレスがあったからいろいろところでなんかあってももうほんまに頼むわと思って番号。 番号打ち込みで番号がわからんから今なってやっとんねん俺はみたいなもう全く何に該当するのかわからないそっから ID とまたパスワードじゃないですかそれももう忘れちゃってるからそれがわからないから電話してるのにそうや英語を選びますか日本語を選びますかもうお前わからんか日本からかけとるよ電話またねパスワードも最近大文字入れなきゃいけなかったりするじゃん もう大文字小文字がもうわっけわからなくなっちゃってもあんなな自分でまたなあの絶対忘れんで大文字小文字だから俺も家に一番でっかく貼ってますもん <laughs> パスワードって友達来たらみんなに見られて「<laughs> ああたまちゃんのそれなんだ <laughs> あそうだよ」なんて大変ですよ、えーね、そう考えたストレスまるでなくて、えー、なんとかならんかなジャフもっと拡大してくれよんから組織を <laughs> でいろんなコールセンターを受け負の受けってくれてもジャフが。<laughs> はい、ジャフビザカードです。ジャフジェシビーです。ジャフウーバーイーツです。そうそうもういいよね。運んでくれたらいいもう出前かもやってくれてもいいわジャフ。やってくれてもそれぐらいもう応対があれほんまにかかっててすぐかけてもってこんなアホなきなやつのおっさんの会話をちゃんと聞いてくれてすげえ優しく対応してて俺感動しました。はいということで我々これから今日からもジャフメイトのラジオということでございますよろしくお願いしたいと思います。 本音トークラジオ北野誠のズバリ。 はい十一月終わりでございます三十日でございます火曜日でございます午後一時もありました CBC ラジオ北野誠のズばり北野誠ですそして今日のアシスタントはこんにちは山内彩香ですはい火曜日こちらはい事故保険すます原理松原谷氏ですはいよろしくお願いします,しいしますはいということで今日は祈りましたということであ,あ先週僕と谷氏休んでまして <laughs>、はい、お前らエグナロケやってましたが、はい、今回はちょっとあの自分のお前らエグナロケ以外にミッションとして、はい、あの高田アナウンサーの高田ジュニアの持ってるですね、うん ね、バケタンが今まで一度も、あのー、赤になったことがないということで <laughs>、はい、でバケタン俺が借りましてこれはもう北の誠御体<で>自らがバケタンを明るく光るしかないかかったらお化けがいるよっていうことなんですところがね。 なかなかこの赤く光るっていうのね、うんうん、だから本来うちの番組はあんまりあのバケタンを僕が言ってる限り使うことはないので、はい、バケタンを光らせてどうのこうのっていうのは西レンタ大学がやってますけど、はい、僕自身がバケタン持っていて何かすることはないんですが、うん、今回はちょっとねなんとかあの高田ジュニアにもう高田ジュニアの今こねあの高田ジュニア今学校であだ名バケタンって呼ばれてますのでバケタンになってんやん <laughs> バケタンなってるんですよ、うん、<laughs> バケタンなん, <laughs> なんかお母さんが、はい、あの3巻行ったら、はい、あの運動会運動会っていうの体育の 授業の参観行ったら、はい、みんなからバケタん頑張れって言われてるのみたいすごいな。<laughs> まだな。まだなニックネーム今バケタんなんですだから同窓会でもバケタんって言われるんだもんあ <laughs> あそうよ。う小学校の同窓会で <laughs> おいバケタんっバケタん変わったなみたいな。<laughs> そう。 言われるもう今パケタンで本人もパケタンって言われてまんざらでもないなあで自分の好きなね好きなものが当たらになってるわけですよ。よかったフランス体とかじゃなくてフランス体じゃなくてフランス体はフランス体はフランってフランって訳してあかんと思うぞそういう名家あるやはフランフランとかそっちとはまた別物でパケタンって言われてるんで今回は 私バケタンを持ってですね自らもうかに入れてポケットに入れてですねもうそれはいきなりゴミ屋敷の廃墟からあそこも持っていってたんすね持っていったもうだから桜井館長と言ってるそのバケタン持ってバケタンに気ぃ遣ってましたからねバケタンに気ぃ遣ってただってバケタンって2回押してパーッと緑が点滅してそこはずっと動きおれへんのですよサーチモードに入ってサーチモードに入ってそれが 急にか動き出すいつ動き出すかなんかこれ分かれへんからだってお化けは見えないですからね僕ら僕ら見えないからだからいつ動き出すのかも全く分かれへんししかもそのサーチモードが大体どれぐらいで終わるのか分かれへんねやんかそれも分かんないですねそうやねだから10分15分だって何も引かなかったらまたこれ今止まってんねんなと思ってまたサーチモード押さなあかんから意外とこのバケたはめんどくさいと思って大変なんですね大変やねそなんかサーチモードパパってやって緑が点滅してしばらく緑点滅そのまままサーチモード モードに入って、そこから光ってくれたええねんけど、ずっと行かなかった。もう二十分ぐらい、30分ぐらいロケやってるうちに忘れますから。あんなちっちゃいもん。そしたら、持ってた意味がちょっと。持ってた意味がなくなるから、だから、なかなか光れんがって。まあ、初日はなんとなく、そのバケタンが、あの光ったんが、まとりあえず、一回、青に光ったんですよ。あ、エンジェルモード。あ、エンゼルモード。あの、エンゼルモードは、別に光ったとしても。なんか、別に守護霊が出てきました的な感じなんでしょ だからそうですそうです。あのマガマガしい色ではないわけですよね。なんか安全みたいな。そう<青>安全。緑赤なんですよね。そう順番的には。う,う,うんそうそう。だからあれはエンデルモードなんで光ったとしても。はいうん 全然安全でしょマイナスイ出てますよみたいな感じですよねそうやね私のデスクにこの前置いたら青くなりましたマイナスイ出てますそれもプラズマクラスターみたいなもの全部水分があるあれシャープが作ってるのじゃんバケたんあ、そうなんですかえ言うはそんなもんやん山内のところに置いたら青やったんやろそうなんですよそれでこの前高田さんが山内さん山内さんって言って私のデスクに置いたときは青になったんですけど タニシさんからもらったタニシさんグッズの上に置いたら緑になったんですよ。ああじゃあ別に悪くはしてないけどいいものを消したんです。そうです。あいも消し。エンジェル消しです。あの調子いい人と握手したらその人不幸になるからプラマイゼロなるんですよ。不幸な人と握手したら良くなるから。ああそうそうそう。まあいわゆるあのいわゆる裏運気ですね。そうですね。相殺してしまうんで運気を運気を相殺してしまうんで取れちゃいますかね。ああまあいわゆるそういうちょっとねって。 はい、あの店長札に入ったような人が「タニシ」と会うと急に運気上がるようなもん,なんです、ね。そうなんです AD の長岡ちゃんも自転車盗まれたのに僕と握手したら「自転車見つかった」って言ってましたから、えー、ああそ,そうそうそう言うてたんでだから調子の演出が「タニシ」と会うとあかんってことです皆さん気をつけましょうタニシに会う時の心の準備がそんな中ですね全然引からんまま、はいはい でしかもねましてやパワースポットにも行ったりとかしてて、うん、まるでなんかこう、ね、ほんでまあ言うても俺と谷の月曜日の夜は山登りしてましたけど、はい、そんなねバケタン使うような場所でもなくてとりあえず恐ろしい雨やったから恐ろしい雨と恐ろしいたたりに終わりがあってそんな時にバケタン置いていかたらバケタンなくすからあ,あ,すあの時さすがにバケタン置いていかなかったですよ車の中に置いたままやってあなんなって定点のところに置いとかなあかんやんか,、うん、あそかサーチモ、ね、ードせなあかんから。はい そんな全然化けたんが、役立つようなところに行ってなくて、ほんまになんか山登ったり、雨降られたとか。えらい目に月曜日あって。火曜日にやっとこさ、ちょっと事故物件に行ったときに、その時に初めてですね。あの瞬間。かあの瞬間ですよ。初めて赤いモードになったんですよ。赤になったんですか。ありました。すごい。しかもね、その赤モードになった時にね。 あのカメラとかまだ準備ししてる最中逃ちゃうだから俺らが準備してる時に何気なく俺がサッチモードでポンと置いた時にいきなりなんかまだまだ喋ってなくてカメラ回り出す前に赤モードになって「おっ赤モードや!」やった時にまだカメラ回ってないから1回目赤モード点滅が取れなかったんですよ。 一番大切なところ。い,い,いやでもあの僕たちは嘘ついてないから。<はい S 2> 本当本当本当ですから。本当見たことないですよ赤になった瞬間 <laughs> い、ね。いやいや本当ね。本当に一回なってほんにやっとこうさ、はい、あのなんかまあ、まあ、ええ今なったとこやのにってもうなんか全部カメラも作動してなかったんで準備してる時やったんでをわあ言うてて、はい。はい しばらくタねスとちょっとなんかこの西ネット大河の映像を見てて,、はいてね、それについて過去についてさぶときにあのその過去の映像の中で、まあまあ、西ネット大河が持ってるバケタンが、はい、バケタンが光る映像が出たときにそ,<う>それに反応してこっちの高田ジュニアのバケタンも赤になるよっていやすごかったあれタイミングとか完全にバッチリでしたもんねバッチリ 本当になるんですねなった本当それはちゃんとうちのあの竹書房の加藤さんがそれをあのもう連射でパシャ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 撮ってたもんすごいさすがにもうなんかもう篠山鬼神ばりに上から撮ってもうヤクルトの川端選手並みにねここぞという時ここぞといバシャパシャパシャパシ撮って,ってその一枚を、えー、高田さん高田さんに送りましたああよかったこれいやいやよかったほんまにねほんまに祈る気持ちでした 起きてくれないと息子さんに顔向けできないというかねこんなプレッシャーのかかるロケ久しぶりやったプレッシャーでしたねプレッシャーやったもうバケタンが動いてくれないからほんまに高田君に言うてみたら前谷嶋が言ったよね入院した子ねあが手術せなあかんとそこへ現れたプロ野球のホームランバッターが君のために僕はこの試合必ずホームラン打ちからね頑張って手術を受けてくれって言うてるようなもんやんか。 そうですねそうやこれよくある昔のドラマやから m 1の漫才師もやっとったわこんなネタ野球選手何々さん君の誕生日に君のために手術のために僕はホームラン打つよそしたらね手術頑張って受けてねありがとう何々選手絶対ホームラン打ってねえワオっていう話やんかそんなバケタん相手にさ打つ打てへんとかそういう問題なくて俺の力でなんとかなるとなんとかするわあかなってくれあかなってくれそんな祈っててもならんからあれだけいやそうなんですよ 死ぬのスポットとか行ってるから簡単になるもんや思ってたら、はい、やっぱ やりなかなかね、思い通りにはいかないですかやだから平気でホームラン打ってる大谷選手とか、バンバンヒット打ってたイチロー選手とか、すごいなって改めて思いました、今回のバケたんでね、プレッシャーをちゃんと聞いて、大谷選手とかイチロー選手とバケたって、比べるものがちょっと、いや、すごいと思う。ちょうと俺と谷氏は言うてみたら、大谷波やってこと言心霊界の、心霊界の大谷選手、やっぱ期待を受けてね、バケたの2回、あかにさせたってこと。 すだからあれどこのタイミングになるかわからんからほんまに祈ってましたよじゃ高田さんの息子をなせっかくやからと思って持ってきたのにこれ一回も無理やでと思ってかかけてましたらね嫌な大人の世界をね教えることになるそうじゃね願っても叶わないことだってあるんだよみたいなウルトラマンの最終回みたいなことを教えるウルトラマンだって Z にやられるんだよみたいなねいやそんな夢を壊すような結果になりかねなかったですから。 ああ、また、また、ジュニアね、しょ、クリスマスもね、三つ目のバケタン買ってもらおう思ってますから。お父さんにコンプリートしたいっ言ってますから、そこで赤く光らなかった場合は、ね、そんなもん無理でしたと。光るかこんなもんと言われるじゃないですか。そこからグレるかもしれんから。かもしれんね。いよかお父さん、谷地さんって大したことないよねって言われたりするからね。そうなんですよ。大人は与え、夢を与え続けなあかんから。そうですよ。まあ、ほんまに祈りましたけど、まなんとか、ちょっと。

たの上の人写真撮るかと思ったこともありました。ああましたけど。<laughs> 色的にちょうどいい確か色的にちょうどいい感じでもうその便利書がでもいいかなと思ったんですけどもね。何度 <laughs> かまあ頑張りました、ね、<laughs> 今日は祈りましたというつもりで <laughs>、はいえー、今日は面のテーマーこちら祈りましたでございます。本音トークラジオ北野誠のズバリ。 はい、今日から十二月でございます。十二月一日水曜日。午後一時を回りました。C. B. C. ラジオ北野誠のズバリ北野誠です。そしてアシスタントは。こんにちは、大橋真美子です。はい、よろしくお願いします。ます昨日なんか夜,な夜から雨が降って。すごい雨でしたね。うん、なんかね、んで、今日はさうろうろしてましたら、怖いですね。うん、皆さん気をつけましょう。今日は風がめちゃくちゃ強いです。はい、そして、あの路面がちょっと濡れておりまして。うん、その上に落ち葉が。怖い,怖い、怖い。もう。 自転車今日ちょっとやっぱり自転車でちょっとブレーキかけたらキュキュキュってなるというあれはもうね一番皆さん気をつけなあかんのはそうですお尻が滑りますので落ち葉濡れ落ち葉、うん、え路面がちょっと濡れてるマンホールこの3つ重なると本当にこけますので。 僕も今日ちょっとやばかった久しぶりにこれはやばい自転車の乗り方やなと思いながらい緊張しながら乗ってまし、ね、しまた久ぶりに一度なんか2度ぐらいこけてますので私自転車でねざざざとねそうそうそうもうこれほんまにどうなっていくのかなと思いながらでもなんかだん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 ねあの朝のうちよりもだんだん今気温下がってるんじゃないですか朝そんなにめちゃくちゃ寒くなかったんですけど、ね、今朝はそう,です、ねそうだね、10時ぐらいになった時ぐらいうるうるってたらもう本当になんかあれ風ビンビン吹いてるようだから 掃除してあるね路上の掃除してある方が。はい あの落ち葉をこう固めってはるんですけど落ち葉をまとめたら風がトップが吹いてた舞い散るというすごい舌打ちしておられましたよ <laughs> <そ>お父さんそう,そうなりますよね <laughs> や,っっや,やってもやってもなんかトップが吹いたらもう集めて袋に入れる前に舞い散ってしまうっていうパターンで、はい、そうですあれはもう分かります掃除の方々が本当に怒られるのは分かるし <laughs>、うん、ご苦労様やなと思いながら見ておりましたけどもね,ねあ今日はあの祈りましたパート2なんですが先週大橋さんに言ってました あのー、安倍の生命神社のはい京都の、はい、我々僕と谷氏が書いた。はい エマなんですが、はい、僕とタニシはもうあれ絶対に飾らんといてほしいと。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいです。羽生結弦君の立派なエマが二枚あって、ロシアのね、ペアダンスのね。あのエマまであって、本当に立派な方々はみんな野村萬斎さんとかね。はい、皆さんが書かれているエマに、我々がね、せめて九十まで仕事ができますようにと。僕を異世界に連れて行ってくださいって、どうでもええ。本当にどうでもええ。エマ。自分のことをね。自分のことを書いて。はい、もう書い。 に祈るような気持ちで頼頼むむからいやもう,もうほんまにねあ,のあれはもう候補の方がね、うん、あ勇気を持ってこのラジオを聞いてくだされば火山のやめとくかなとかそうかせめて隅の方にやっといてもらおうかなと思ったら <laughs>、はい、大阪のリ田ほ平さんがですね、はいあの「例の生命神社に例の絵馬が飾られてるのかどうか見てきました」ということでございまして「はい、あのせめて90までのまこさんと不思議な世界 のタニシさんのエマは新しい上にすごく目立つ場所にかけられてました。<laughs> はい。はい、これあのリタオペさんからうちの番組宛てにあのメールが来ましてですね。はい、写真を送られてきてタッチディレクターと、はい、あのね、えー、あの見まして、はい、僕とタニシが並んでまして。<laughs> 本当に真っさらなんで、はい、もう非常に目立つところに書かれておりました。場所も目立つところ、場所も目立つところで、まあ、なんと <laughs> あのこエマもね、ええ、まあハニユズル君はどんな人が来てもハニユズル君が一番前に。 来てるんですよ。はい、まあでも世界の方がご存知の金メダリストですから、うんうん、ですから一番前に来てるんですが、はい、なんかなんとなく野村萬斎さんとか古い門から後ろに行って前に新しいものがこう重なっていくんですが、うん、すねうん、はい。僕と谷氏の後ろには泉元雅さんの絵馬が<ー>、<laughs> その上に、<laughs> その上に僕と谷氏がこう互い違いになるようなところで、はい、泉元雅さんの上に僕と谷氏が、はい。<laughs> はい 飾られてておりましいただこうといやもうね新しい文春なんですけどすいませんがこのラジオおっきの皆さんで「えー、生命神社」にですねちょっとラジコで聞いておられるタレントさんもおられましたら今すぐ「生命神社」行っていただいてですね <laughs> あの皆さんが一生懸命絵馬を描いていただいて <laughs> 僕と谷獅子の上にこうかぶさって折り重なるように僕と谷獅子の絵馬を消していただくように。 てていいたただければありりがかなと切に祈っおます有名人の皆さんぜひ有名人の皆さんこれ聞いておられましたらはい今すぐそうですね「ゴゴスマ」来てるタレントさんとかでもちょっと東京よる前に京都まで初戦進化するのと40分で初戦初戦初戦40分ほどですタクシー乗って20分もあれば行きますので往復1時間ぐらいねっ1時間2時間2時間ぐらいでちゃちゃっとこう「鮮明人じゃ行って絵馬描いて頂いてはい これを納めくださ上に重ねていただければもう本当に僕と谷氏のいつまでもこの生き味をさらさなければねひょっとしたら年内ずっとあそこに飾られてるんやなと思うと正月ぐらいに誰か有名人の方が行っていただいてそうねお正月う誰かポンポンと上に重ねていかないと。<laughs> だからそれまで1ヶ月そうですそうか誰かですね「うん、あの谷下と山の北沼琴の谷下の山飾ってたら『うん、生命神社に不吉なことが起こりますよ』と『あなた広報の方が松原谷下さんとか北沼琴さんって心霊的なことやっておられて非常に縁起悪いですよ』と『じゃないと生命神社に、ね、勝ちに傷がつきますよと』と匿名で電話してもらえませんかね?」。<laughs> お電話で、おでんで。でんで <laughs> 大丈夫です。うちは生命が守りますから <laughs> いや。生命は、生命は。誰か飛ばしてもらえませんか。あのエマ消すために式画紙飛ばしてもらえませんか。<laughs> それ NG ですよね。NG です。タブーの話ですね。タですね。漆画紙の話してはいけません。はい、はい。でこのリタホメさんから来ているのがですね。うん、あのそこにはさまざまな有名人のエマがありまして、はい、一際目を引いたのが浜村淳さんのエマがありました。ほうほう。 古い絵まで右半分は他の絵馬に隠れて読むことができませんでしたが後半はあと30年、うん、頑張れますように <laughs> ありがとう浜村淳です <laughs> と書いてありました <laughs> <あれ> <laughs> いいですかマコさん日付を確認しました、はい、この絵馬が書かれたのは平成15年の2003年、うん、そこから30年ということは2033年です、うん、2033年<で>ということはですよ、うん 今年2021年で86ぐらいですから、はい、2033年浜村さんの年齢を考えますと、はい、なんと98歳です <laughs> あと12年 <laughs> はいまこさんの90歳は余裕で上回ってますよと <laughs> えせめて98までいやもうそれもう怖くて使えんやろ毎日放送も。 そうね、生放送生放送90超えて、はい、生放送の3時間ラジオは怖くて使えんやろいつ倒れんね <laughs> 息子の出番や <laughs> 早く毎朝のラジオ局の息子唯一のねもうお父さん説得できるお,お,お父さん,父さん90までにしときましょうと言え迷惑やろ喋ゃりながら倒れはったら <laughs> そうねちょっとねねはい はい。そうですか。そうですかね。<laughs> はい。まだ誠さんの言葉は可愛かった。ですね可愛かったですね。はい、まあ、まさ、じ僕せめて九十までってのは、まあ、浜村さんが。毎朝その社長に言っておられた言葉で <laughs>、はい、なかなかすごいこと考えて、おられるなと、八十五歳の時に言ってた話ですから。うんうん、まさか、本間の野望は、生命神社の絵馬に書いてるの、九十八までやったんですね。<laughs> <と>死ぬ気や。スタジオで死ぬ気やな。<laughs> <laughs> 瀬戸内寂聴さんと変わらんがな。や,やれんことないか。<laughs> そう考えたらやれんことないか。んううできちゃいますねできるな瀬戸内寂聴さん。寂聴さ,、ね、さん、この間まで喋ってありましたもんね。一年か二年ぐらい前、までまだ、皆さんの前で講演しておりましたよね。まあ、まあくまでいくと思う、だから九十六とか七で、人前で講演してるってこと自体が。もうほんまに生きる人間国王ですかそんなもんね。奇跡を超えてますからね。 ありますねそ,ありますだそう考えたらあるな <laughs> 浜村淳さん98までスタジオで大往生大往生はみんな迷惑やるなスタジオで。<laughs> 明日いらっしゃるかしらっていやながら。いや,いや10時の時報とともに寝てはったらどうするんのみんな怖いことよしゃべりかけられへんやろ。<laughs> すすごいいなあと思いますねすいんこんなことを浜村淳さん祈っておられたんや知らんかった俺90までやと思ったせいぜい <laughs> 98年2033年あと12年 <laughs> 2015年で、ね、<年>あと30年で、ね、2003年にあと30年歌ったんか素晴らしいなすごい。ということでございまして祈りましたということでございますが。うん 江藤安倍さんから追伸がありまして、はい、森脇健二さんの絵馬もありましたよと。森脇健二さんの絵馬はなんか単純なこと書いてありまして。京都タワーに早く行けますようにと書いてありましたが。うん、森脇さんは安倍の生命人社で、なぜこんなことを書いておられたんでしょうか。なん <laughs> やろな。なんかロ,ロケとかの京都いや。ロケとかって、あいつもともと今、家住んでるのは京都、うん、京都やんかな。お地地元あ、なん鈴虫寺の近所やん。 でも京都タワー近く京都なんか毎回新幹線降りるために京都タワー目の前にあるかな <laughs> 行きますように行ますよ京都タワー行けますように <laughs>、はあ、何を書いておられたんでしょうかね <laughs> 何年に書かれたかによってなんかまたいろんなことがあっ,たあ,あったのかもしれません,んはいはい。 いずれ元気になったら京都タワーに登れますようにって何の意味があるんでしょうかねわかりませんけども「生明神社」もうこんなね訳のわからん絵馬とかはね生明神社もね外したれ <laughs> もう恥ずかしいやろ。<laughs> そうですね <laughs> ねね、世界を祈るような羽生君のおかとっていただいてとりあえずねこれ聞いておられたりラジコで聞いたといいますと僕と谷く君の森脇健児を外してください。<laughs> <laughs> ね、もう松竹芸能には欠かさないようにしてください。<laughs> よろしくお願いします。ほんまに祈りたい気持ちでいっぱいです。はい、これから初詣とかで見られるのかと思うと、もうめっちゃ嫌や。書くんやなかったわ、ほんまに。もっとなんか世界平和かなんか祈っときゃなかった、ほんまに。ね。ね, <laughs> ね。ほんまに思うわ。あ、青丸出しあ、上としして。<laughs> はい、ということで、それでは四時までお付き合いください。C. B. C. ラジオ。北野誠のズバリスタートです。本音トークラジオ。北野誠のズバリ。 はい十二月二日木曜日でございます、えー、午後一時を回りました CBC ラジオ北野誠のズバリ北野誠ですそして今日のアシスタントはこんにちは宇治田智子ですはいよろしくお願いします,します今日はあーめんくさいというテーマなんですがはいはい うち最近さあの旦那さんとたまに喋ってるたまに喋ってるっていう質問も変な質問ですけどもほぼ喋ってないほぼ喋ってないやっぱりな喋ってないですねでもまあでも子供さんがちっちゃかったら子供のことで何かんやかんせい喋らざるをえない時ないでもまあちょっと週末ぐらいですかねやっぱ話すってなると平日はどうしてももう結構在宅から出勤に戻ってますから。

あー絵文字使わんな。 スタンプも使わないし、スタンプなんか万が一落ちてえらいことになるのよ。えら <laughs> いことどういうこと？いやえらいことになると思うよ。急に急にスタンプつくこうとえらいことになると思う。<laughs> な,んなんか怪しいな。なんか怪しいと思うよ。うんでもそんな感じかもしれないですね。普通今どうやろうな今うちのリスナーさんなんかでグループラインやってたらなんかなんか,なんか親父だけハミゴにされるとかよくく <laughs> あよく聞きます、ね。それはもうよくあります別、うん、別でね親父に聞かない話を子供たちとお母さんが <laughs>、はい、分かる分かるだって俺だって今だってあるいはもう息子がなんかたまに遊びに来るとかなった時は嫁しか 知ららんからねスケジュールはあだから息子が嫁に連絡を取って<で>俺に連絡が来ると娘が何かある時もなんかお嫁と連絡取って俺,俺ダイレクトに来ることはまずないのであじゃあその用事は奥さんから聞くそう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 。いついつ来るからい,いついそうそうこれこうこう,こう言うてるからあ,のあれやでとか車借りるねとかそんなんも嫁通じてくんねんな だからまあ言うてみたらまあ,まあ俺もそうやけど子あもう子供らも出ていった家族って普通にまあうちのとこなんかまだ子供ちっちゃいからまだなんかどっかどっか行く時になったらんなとね一緒に行って子供の面倒も2人おるから面倒見るわけやろ、はい、そうですそうですそうです一応その時まあ一応喋ることは喋ゃべるねうちなんかもう別に「これといって話題一応」って何回も言ってたから <laughs> いや子供がもう5歳なんで上の子が、はい、まあ喧嘩してる時とかもう分かるんですよ 夫婦喧嘩してるの。さすがに、わかるわかる。五歳はわかるよ。年長になったら。なので、あのずっと2週間ぐらい喋ってなかったんですけど。はいはい。家で。はい。喧嘩しすぎて。あ。もう2週間も喋らない時が。でも、あの高尾さんに行ったんです。途中、その途中にね。もみじを見に。山登りしに。山では会話するしかないじゃないですか。それはまあしょうがないわな。そしたら、あの娘が。 ママ、山は会話していいのって聞いたて。私に。いろいろ分かってるし。どんな子に育つんやろなう。いや、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 どんな子って普通に5歳はね、空気察するよ。そうね。もう分かってんね。分かってる、分かってる、もうさすがに会話してないわとか。そう、そう、そう。いや、あの、意外と子供って分かるよ、俺よ。そう、そう、そう、そう。かわいそうやなって思いましたけど。そう、かわいそうやな、もう、その。それで、また、いや、山登りすることによって。また、再び喋り出したんですか。いやいや。 それでまた元に戻る。なやそれ。家に帰ると。それも夫婦じゃなくて。ただの山の森仲間やんか。そうそう。山の森行く時だけ喋ってる。山の森仲間やそそうですね本当にそんな感じでしたけどね。ね山岳部やね家族ファミリー単位の山岳部ですね。いやそれがね私もこの間ねあのなんかねほんまにねあ僕最近そのね自分から何かガガ言うて喋り出して地雷踏むことやめたんでね。あ奥さんと。家庭内上。 戦場なんで、戦場なんで、いいうことで気張っとかないと、ね、なんか。一番気張る場所。一番気張る場所、ここが一番のんびりしてる。生放送、生放送が一番のんびりしてる。生放送結構聞いてるけどね。聞いてるけどね。<ず>結構聞いてあるけど、まあ、笑らと許してくれはるやん。<laughs> ダイレクトに被害がないや。んまあ、確かに平和ですね。ね平和や。うん、ダイレクトに、あ、北ことの発言で、私めちゃくちゃとそうそう、そんなないや。<laughs> そんないないや。はい ね、直接的には来ないだからそう考えるとあ、まあ、た,たまにでもなんか疲れ切ってた時があるやんか自分自身がしんどい時でこの間なんかあの家でもうなんか俺もんま昭和の人間やな思うけどパジャマの上にブラ、はい、って言ったらパジャマの上に何着てるパジャマの上に

あったかいですよねあったかいねあれがあったかいねんけどうん、うん、その綿入れがまあなんか大阪から持ってきた綿入れで、うん、なんかそれねあの農協でいただいたやつやでもそれがちょっと気に入っててうん、うん、なんかこうピンク色の柄に金魚が「うんうん、JA 農協は金魚のマークがあるんで金魚マークみたいなのついてんねやんか。うん、そのががさすがに、うん お前いくつからこれを持っててててききんねんと <laughs> 何年来てるさすがに綿がちょっとずつこうこじけてきてもうさすがにちょっとなんか綿がもう赤いようになってくる <laughs>、はい、綿がねほんでこれなんかちょっと冬場にでもなんかあんまり俺あのなんていうの自分の部屋で暖房ガンガンつけるの好きじゃないタイプなんよ、うん、喉も痛えるしと思ってほん,ん,、うん、んでなんかそういえばなんかうちの,あのラジオ日経のケリーちゃんが言ったあの着る毛布 ほう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 。一年ぐらい前に言ってたよキルモフ。キルモフ。キルモフあ、そういえばキルモーフってあったなあと思って。うんそうん、でそのキルモーフをアマゾンで買ったんですよ。うんはい、でこの間そのキルモーフが来たんですね。で来てあの嫁が何買ったんって聞くから、はい、キルモーフ,っフっていうの買ったねキルモフって買ってってでどんなあってこんなって見せた。見せた。こんなのあそうかこれキルモーフを、うん、あこれ いるんかなと思って嫁はんに「お前もいるか?」って聞いたら「はあ1年前もそんなこと言ってたよね」って言われて「えー、<laughs> なや今何何を俺は今ミスったんや今どういう因数分解を何を失敗したんや俺は。ええそうない、うん、1年前も同じことを言っているかそれを俺が言うてたんを。 忘れてたよな、それ、なんかそ、その<ー>ラジオニ経のけんちゃん買ったのが一年前で、だ、はい、ことで。そんなんで、切るもん買おうかどうかなっていう話をしてたんかもしれない、ね。俺はそれ、<分>それから一年後に、渡りが駄目なったら、今買ったけど。今なって、それを、なんか、ぽろっとね。うんうん 1年前のことを言ってこれいるかってついこと言ったら前も言ってたよねっていう話しててなんかそこから急に嫌やなムードに流れてでそこから出た。思ったことで。じゃそこから出ないあの例の言葉が出ねんな。いつもそうやな。あはいはいはい思い出し怒りね。出た出私特技なんで。特技ね。特技思い出し怒り。いつもそうやなっていうのが出ていつもしてた。 つもやね、このいっつもせやっていうのどれぐらい分やろ <laughs> ずっとこの言葉を聞きたくないがために俺は気張って頑張って地雷をうまいように地雷をうまいように、うん、やってきたら何気ない何気ない一言がこんなことになって面倒くさあと思って <laughs> <laughs> キルモ布の綿入れが丈夫やったらったっ綿入れがもうあと5年ほど持ってくれたら。 5年前も言ってたよね。<laughs> <laughs> ワタイで長いこと持ったよね大阪から持ってきたワタ何年持ってね大阪から考えたら25年ぐらい持ってんのか。そういうことか。いっちに出てくるときにってことですか。そうやだから25年ぐらい持ってねワタイで。すごいそれは。そうやそうやがな22、3年持ってんな。どうせ困らないけど。会話したのをはい覚えとけよと。じゃ覚えとけよとね覚えとけよということでございました。それだけじゃないんでしょいっぱいあるんでしょそやまああるんやろうけどもなるべくそこに触れんように。 来てたのに来てたのにもうほんまにじらゆうまいようにじらゆうまい久しぶりにお仕事なんやろこれなんかそうやなあ,ってあんたいっつもそうやなって人の人に言うたこととか私が言うたこと覚えてないやろって言うのが出てきたやでそっからそういえばってそういえば出た出たそういえば成人出てきよったでそういえば成人。<laughs> あの思い出し以下には女性の特技ですからね特技やなほぼ全般皆さんそうやね男ってあんまりなんかうるうるやねそう,そういうのって覚えてないんですねいやこれはほんまに女の人の。人 特技でほんまに脳の違いで分かるらしいんだけど女の人はこれ本当にこうやってだんだんこうね怒りが増幅してくるとためてる,んですストてるそう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 そっそらそう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 そ もう積極プロテイだけやから、言いようがないね、こっちも。ああ、まあ、そうです。<laughs> 確かに。<laughs> もうなんで俺、ねいいい。いつのことやろう。いつの。いつのことやろう。俺は綿入れ買ってよかった、それやったなと思って。な <laughs> ん <laughs> <laughs> で俺は綿入れ選ばんかってやろと思って。<laughs> 同じやつと、もうね、<laughs> 買っとけば、ねな。なん、何年も金魚の綿入れ買っても買わなかったのに。<laughs> <laughs> 問題なかったのに、ね。<laughs> 問題なかった,の <laughs> かったよ。ほんまに、あの一言は、ほんまにめんどくさいですね。<laughs> はい。本音トークラジオ。北野誠のズバリ。 はい十二月三日金曜日でございます午後一時を回りました cbc ラジオ北野誠のズバリ北野誠ですそしてアシスタントははい皆さんこんにちは片山純子ですはいよろしくお願いします,いいします今日はめんどくさいパートツーなんですがあの先日ラジオ日経のニュースで取り上げたんですが、はい、あのファーストキッチンというね ハンバーガーガショップが顔認証でものが買えるようにするというのをつまりだからそれを顔登録ファーストキッチンのホームページで顔登録して、うん、それにまあカードの、ね、引き落としを紐付けして、はいね、もう顔認証でパパッと買ったら顔認証でパッとそれが決済できるようにするというのを ちょっと実験的にやるというんですがそんなんを聞いた時に俺はまあちょっとラジオ日経で言ったんですけど、うん、コンビニのお前自分で買うやつも人並んでへんのに。<laughs> <laughs> はい やるかいう話をして、はい、なあそ,そこまでしなくていやでもね若い子たちはそこまでしなくてもっていう世界やと思うねうん、うん、だってか情報漏れするのも絶対嫌やし日本人その情報漏れっていうのがすごい、うん、あの中国みたいにあれがなんでやらされるかっ中国強制的にやるんですよね。うん、無を言わさず そうじゃないと買えませんよい買ええまませせんんよもうだからスマホでおじいちゃんおばあちゃんでもバーコード読み込んで物を交わすっていうのはもうそれは半ば強制的なんですけど、うん、日本の場合はそこまで強制的なことできないので、はい、そういうんじゃないですよ言うてじゃあやりましょう言うけどもう例えば品川の駅なんかでも。うん 本当に朝めちゃくちゃコンビニ混んでる時に、まあ、駅あのまたキオスクのコンビニっていうのはまた結構なんかざあの煩雑な感じで、うん、そこでも自分で買えますよっていうバーコード読み取りあんねんけど、はい、ほとんんどが友人にでんでますみんななな <laughs> まだちょっと慣れてないといか慣れれてていいもだからそんなもん別にさバーコードピッて読んだらスイカがなんかポッと入れたらもうマナが入れたら終わりやんっていう世界やねんけどやっぱりみんな人はなんか並ぶんですよね。 その中で前から言ってた JR 東海のエキスプレスカード改めて、はい、あのやっともうねなくした言うて分かれへんから会員番号分かれへんからなくした言うて、はい、新しいの1,100円ではい。はい 新ししいカードを作っっててもらって家に来ました、うん、ところがそこにバーッと打ち込んでもこの新しい会員番号ちゃんとついてるんですよね10桁の自分の会員番号が、うんはい、それを打ち込んでもなかなかいかないけどなんでやろうなと思ったらもうお問い合わせのところにフリーダイヤルで、うん、まあやっぱりあのフリーダイヤルもね、うん、あれもまた大変やそうや。 月曜日にね、ジャフかけたら、ジャフすぐ繋がってても、俺たちはジャフメイトだって喜んでました。ジャフさんすごいはすぐパッと出てくるやるから。せやけど、その前には、まずピロ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 って言いながら、十桁の暗証番号と。打ちこん、打ち込みから始めるでしょはい、あの音声。音声ガイ、ガイダンス、音声ガイダンス、音声案内で。はい、あれ、まずあれから打ち込まなかった。ね、これまた、また、一つ、老眼ですから。 いるからやこれね、うん、ほんま思うねんけど、はい、まあ確かに本人確認も大事でセキュリティ大事じゃねんけど、うん、年齢的に言うと、まあ、65ぐらい超えた人が今人口的に言うと多いじゃないですか、うん、段階の世代だか坪井さんぐらいの世代が70歳で段階の世代ですけど、うん、段階世代ジュニアなんですけどもうほんまに、あのー、これからそ連人が増えた時に、うん、この。 くくさいいやり取りを何度すこれかから我々していくのかなとうそうですねでこれから本当に顔認証のセキュリティ高めてるから今だから普通に引き落としカード打ち込んでも僕なんか例えばあの自分がアマゾンで買い物した時に使ってるカードを打ち込んでも顔認証カードじゃないのでそれは使用できませんとか出てくるよね、うん、そうなんだ これもうめちゃくちゃゃくくさいよじゃあまた自分の顔を登録しないといけないどうやかてこれがまた顔認証カードの、うん、顔認証カードとは何かっていうこっ調べていくわけやんかそっからね、うん、顔認証カードって何やみたいなそれどうやってやんねんみたいなでもそれは顔認証カードは各カード会社のお問い合わせださいしか載ってないのよ、うん これすげえやと思ってこれこれはなかなか面倒くさいぞ思ってでも俺は幸い JR 東海のエクスプレスカードを持ってるのでエクスプレスのやつを持ってるので会員登録だけしたらええねんなと思って電話したほんで10桁やっと打ち込んでほんでしばらく全然繋がれへんかってで繋がりました。 でも繋がったままスマホの画面を置いたまま「えっとすいませんけどもこうこうこうでなんかどうなってるんですか僕のカードは」って言ったら「あ会員登録を再びやり直してもらえませんか」ってことで,で画面を見ながらもうスピーカーでしゃべってるわなで会員登録でちょっとそのままそのまましゃべれるやんか今スマホをいじりながらその登録会員登録するところの場所に行って「会員登録2番の会員登録行ってください」って「会員登録を押しました」そこで 自分の名前とか生年月日改めて打ち込んでもらえませんかでエクスプレスのアイシーカードも、ま、1十桁番号打ってくださいってやっていっていくんだけど、うん、ところがあるところ行ったら、うん、そっから進めへんあらううとバッてやっても全然進めへんあ動かない,い動かないね画面が<ー>え？画面が動かない、うん、すいませんけど画面動かないんですって言ったら <laughs> え え、ど、どういうことですかいや、画面が全く次進まない。これ。押して、あ、もう、そちらのおっしゃる通り、今。全部打ち込んでいってるんですけど、うん、画面が次に飛ばないんです。はい。ええ、じゃ、最初、すいません、最初から。<laughs> え、最初から。<laughs> 最初からですかで、<laughs> で、また、画面戻っていって。もう一度、また、生年月日、名前、打ち込んで、うん、でも、ペックアイマング打ち込んで、うん、また行かないのよ。うん、ほんで、何回もやって,て、でも、時間ものすごく経ってるやんか?うん。 なんで「こんんななけへんのかなーってこれ皆さんこれ行かないんですか?」って聞いたら「はい、あすいませんが、はい、今どういう環境で電話しておられます?」っていう。えうん、どういう環境で <laughs> 家ですけど、はい、家 w i f i つながっておられます?うん」はい w i f i 切ってもらえませんか?」って言われて「あー一度ね一度 w i f i え w i f i 切らなあかんの?」って ワイファイが繋がってる環境でこれやると先に進まないっていう声が意外とあるんですって言われて。うんうん、ええー、知ってた。いや知らんでもたまにありますよ。一度ワイファイを切ってください。ああそれ案内は出てきます。出てくんの。うん、そうなんや。あれワイファイで繋がってたらって。いやでも俺らってさ、ワイファイ繋がってないとって思うやん。思うけどね。わざわざ外出た時きワイファイどっかでつなげないとって思うやん。うんうん。う それが Wi-Fi をつながって繋がってるからダメなんですっで,、うん、でまた Wi-Fi 消して、はい、もうなんか向こうの誰だ電話している人の女性の方にすいませんね、うん、あのものすごい時間かかって言ったら、いえ仕事ですからって言っても, <laughs> もその言い方がねめんどくさそうやって。<laughs> ああなんかこっちとしてはちょっとね悪いなと思ってるし。<laughs> わ悪いな。でね Wi-Fi 切りました。うん、Wi-Fi 切ったけど、うん、まだ全然進めねえね。えー ある一点のところ行って最後ね、うん、これで登録できます登録完了ボタンポンと押して変わったら登録完了やね、うんはい、これが w i f i 切っても全然また行けへんねや、うん、もう何回もこれ「じゃあ w i f i 切ってますよ」って言って「w i f i 切って打ち込みました、うん、でも行かないんですよ」ってうーん再起動やな <laughs> いやもだから <laughs> そうやねでもこれ再起動言ったらまた一からやぞら、うん、<laughs> これまた一からやでと思ってんでも純子の言う通りでしたはい、はい 一度、あ、やっぱり、さっき言ってもだ。一度、はい、切りました。あ、切りました。したなんで向こうから言われました。<laughs> はい、再起動してもらえますか。出た、再起動。再起動だけは言わないで、もしくは電源を一度落としてください。も言わないでいみたいな。いや、もう、言わ,<は>言われました。言われました。言われました。言われます。言われてやっと。 今度もうだからもう電話線とさっきやり方教えてもうたからそれで行ってやっと草再起動で立ち上がってそこで打ち込んだやっと登録完了の画面に行きましたなるほどよかったいやもうあれねめっちゃしんどいわ面倒くさい確かにだからそういう登録をする時は教訓として一度スマホを休ませる休ませる電源を切るとか再起動させてさせといて綺麗な形で w i フ f i も切る 一度切る切るっていういやでも <laughs> ワイファイ切らなあかんいうのも全然知らんかったからなんなんでしょうねわからななんないろいや多分だから<っ>ワイファイじゃだめだい本来のドコモの通信の 4G、5G やないと。 あかんってことやったんやと思うんだけどそんなん知らんでもう本当にに面倒くさかったわいやわかるかれこれだって結局登録するのに小1時間かかったもんね今日大体かかるよなんやろうと思ってねまあでもあとまだね顔認証カードっていうのもこれもまた一つ話があるぐらいでまだあるからいやもうほんまにね皆さん顔認証カードってほんまに大変よカード会社に電話せなあかんしこれがほんまにえ何それみたいな いやこれもうみんなねいやこれ大概みんな若い子サクサクやってんのかなと思うんだけどでもそんな Wi−Fi が通じない環境でとか言った時にほとんどの人間が家で w i フ f i 繋がってたらまああれ同じこと繰り返しと思うなんでいけへんねんとうんでも Wi−Fi がお切りくださいって画面出ないからね画面にはそうですねそそうう俺が電ました時はその向こうが言われたから w i フ f i 切ってくださいねって言ったけどあ Wi−Fi をお切りくださいとかそういうことは一切言わなかったから出てこないね画面にそんな。 ただ行かないだけ固まった時にじーっと何もしてるんでじーっとしなきゃんねその画面が要はもうちょっとスマホさんが疲れてはったいや知らん絶対そうよ再起動してやっとつながったんでしょう再起動してなもう再起動しかないねんなと思ってそういうことやわいろんなものがいっぱい溜まって先ほど言った純子みたいにあの Wi-Fi を切ってくださいとかいうのが出てきたらいいけど出てこないと何のこっちゃ分からへんね最初 なんかの時に Wi-Fi を一度切ってくださいって出たんですあ<ー>、どそれはええや出たらええやんこっち出えへんからねただ じーっとなんかこう膝こぞを抱えたままじーっと<睨む> <laughs> こちらを見て歩いてのラインがアンダーバードがちょっと動いたらそこから何にもしれうないていうあの状況を思うんでその時は Wi−Fi 切ってもう一つ勉強二つ勉強になりました再起動する Wi−Fi 切るっていうのが一つ一つの手だということは皆さんにお伝えしたいなと。うんうん 再起動を一度してみるのはおすすすめですねそうですねね再起動でも再起動やる時もなかなか立ち上がる時もあるけど、ね、そう時間かかるのは、ね、またくる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 回ってね <laughs> <う>くる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 も,もうええねんそのグーグルとかもうええねんみたいな <laughs> <laughs> 早く立ち上がれみたいな <laughs> と思いますけどね <laughs> はいということでございまして「影響はめんどくさいパート2」4時までお付き合いください。CBC ラジオ北の,誠のズバリスタートです